新越は東日本旅客鉄道が直越駅と新潟駅の間を新越本線経由で運行する快速列車の愛称である。本校では新潟地区の着席通勤列車の遠隔についても記述する。かつて新越本線では着席通勤列車として長時間帯に下りのおはよう新越、夜時間帯に上りの楽楽トレイン新越が 1> 各1本設定されていた前車は座席指定制後車は座席定員制であったが、これらを座席指定制に統一して列車名を統合したのが本列車である。JR で座席管理を行う列車としては、JR 東日本で唯一の全車指定席の定期快速列車となっている。朝に降り一本、夜に上り一本が、 直江津駅新潟駅間で設定されている。停車駅は相性なしの快速列車よりも少なく、特急、白雪とほぼ同等にまで絞り込まれている。特に下りは、白雪との違いが来号寺駅への停車の有無のみとなっている。全車指定席で定期乗車券と指定席券での乗車が可能となっている。 直江津駅、柿崎駅、柏崎駅、来合寺駅、長岡駅、三つ駅、東三条駅、鴨駅、新津駅、に新,新潟駅、新潟車両センター所属の E653、軽電車が使用される。1100番台の4両編成で、全車両が、普通車指定席となっている。新越本線の新潟都市県沿線の、着席通勤に対するニーズに応えるため、 1994年12月3日のダイヤ改正で新潟発長岡行きの通勤ライナー列車楽楽ラ,ラ,ライナーとして運行を開始した。1999年2月27日のダイヤ改正に伴い首都圏地区のライナー列車にライナー券が設定されたことから乗車整理券を使用する本列車は楽楽ホームトレインに解消した。 2004年3月13日のダイヤ改正で、楽ラク,ラク・トレイン村上が運行を開始したのに伴い、楽ラク,ラク・トレイン長岡に改称した。2012年3月17日のダイヤ改正で、大阪駅新潟駅間の急行、北国が定期運行を終了したのに伴い、急行が担っていた上越地方、柏崎市と新潟市との早朝、 深夜需要を補完する必要が生じ、楽ラク,ラクトレイン長岡がその役割を発展的に引き継ぐ形で定期化され、直江津駅に延長、平日運転から毎日運転に変更された上で列車名を、楽ラ楽クラク、トレイン新越に解消した。また同時に、直江津市発町6時台のおはよう新越が設定されたが、こちらは乗車整理犬制ではなく座席指定制であった。 2021年3月13日のダイヤ改正で、楽々、トレイン新越の乗車整理建制を廃止して、おはよう新越と同様の全車指定席列車に変更、おはよう新越とともに、新越と解消された。停車駅は、それぞれの元列車のものを引き継いでいる。停車駅新潟駅新津駅鴨駅東三条駅、三つ家駅長岡駅、 ライゴ駅、柏崎駅、柿崎駅、直越駅使用車両、編成運転開始当初は、新潟車両センター所属の485系電車が運用されていた。主に特急、北風越や、快速、区引やなどに使用されていた3000番台あるいは1000番台が用いられ、専用のヘッドマークが用意されていた。楽々、トレイン新越1号車の半室グリーン車は、 全席普通車扱いのため、グリーン券がなくても、整理券のみで、乗車可能となっていた。また、楽楽、トレイン新越の6号車は、レディスカーで、首都圏の女性専用車両と同じ扱いとされていた。2015年3月のダイヤ改正からは、新潟車両センター所属の E653、軽電車の1100番台での運行に変更され、グリーン車や、 レディースカーの設定はなくなっている。楽楽、トレイン村上白新線、上越本線沿線の着席通勤に対するニーズの増加に伴い、2004年3月13日のダイヤ改正より、新潟発村上機で乗車整理券制の快速列車、楽楽、トレイン村上が運行を開始した。この改正で新潟止まりに短縮された夜行快速列車、 ムーンライト越後の登り列車と、その送り込みを兼ねた、快速列車の運用をほぼそのまま引き継いでいる。設定から廃止まで、下り一本のみが毎日運転されていた。2021年3月のダイヤ改正で廃止され、右越本線方面の列車はなくなった。なお、村上駅に到着後は、折り返しで、乗車整理券が不要な快速列車として、 新潟駅まで運転されており、乗り得列車として知られていた。停車駅は、楽楽、トレイン村上と同一である。停車駅新潟駅豊栄駅柴田駅、中条駅坂町駅、村上駅使用車両、編成当初は、楽楽、トレイン新越と同様に、新潟車両センター所属の485系電車の R 編成、または T 編成が用いられ。 グリーン車の普通車扱いや、レディースカーなども、同じ車内構成とされていた。ここでも、専用のヘッドマークが用意されていた。2014年7月12日からは485、系に代わって、新潟車両センター所属の E653、系電車の1000番台が使用されていた。この変更と同時に、 グリーン車の普通車扱いによる座席開放とレディースカーの設定は解消され、グリーン車は締め切り扱いとされた。楽楽トレイン長岡。ありがとうございます。